こんにちは、こんばんは、アラフィフのおっさんです。収録4回目になりますかね。まあいつの間にかチャプター3に突入しているようです。もう撮るもんは前回に撮ってると思うんで、先に進みたいと思います。オープン。なんかいきなり何か、これはあれか。これの方がええねや、多分な。ホースガンでいきましょうか。すんでびっくりするやんけよ。ここはなんかね、なんもないよね。オープン。向こうに行けやけども、まずこれは子供フロアやね、やっぱり。うん、学校になるのか。学校かもしれんな。なんかやられてしまってるやん。せやねん、アイテムはねえ、消えよるのねえ。数がぎょうさん出てきた時には、子供夫って言うたらええんやろか。そうやね、子供のネクロモーフですな。お金、いらんもんも預けとかなあかんしな。パルスライフルの、まあこれで撃ってもらえるようになったっちゅうことですな。売り物か、これ。え？ショップ。こんだけしか持ってないわけか。弾少ねえ。買おうか。
金はあるし幸い。あ、間違った。シーカーライフル買うてどうすんねん俺は。外しといたね。ゴリラがないるな。で、リッパーはいらない。デトネーターじゃない。放水なし。ジャベリン。こんなもんか。うん、充実。そっか、こっちか。どんだけいるの？まあ、ええわ。上へ参りまーす。ばっかりかい。Hey Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Strauss. He was a patient in the project, just like you. Yeah? But why was he there? What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. 吹っ飛ばしたらね、一発で吹っ飛んで死によるんですけども。集団で襲ってくるのと早いっちゅうので嫌な敵ですな。まあこれええ敵っていうのは何も絶対おらへんねんけどね。楽にできる敵なんちゅうのほんとに。もうこれが木のぬくもり盆栽。結構ね、日本前の前作もまあ石村っちゅうのが舞台やったし、日本のなんか象徴する何かっちゅうのはよう使われてますね、このゲームは。修理ね。This looks like a unitology recruitment center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. お金じゃん。感じやな。何持ってんやったっけ。一回見とこ。先
ここでね飛ばすとガラスが割れよるんですよ確かね。一掃はできるんやけどもアイテムもなくなるみたいな感じがあるのかな。でも言うてもほとんど取れへんかったね。どういうこっちゃ、遅かったか。しゃあないな。次のとこ行きます。キネシス説明。セーブしときますわよ。